心配役を演じさせていたただきました私は前作の「インサイドヘッド」を映画館で見に行ってとっても印象的ですごく素敵な作品だったっていうことを分かっていて今回初めての参加だったのであのとっても緊張しながら心配を演じたんですがでも本当に。 とっても素敵な作品だということは、前作からもう今作も分かっていたので、本当にこの作品に携わることができて、とても幸せでした。まずはですね。まあ、なといってもピートさんに、え、日本版キャストの吹き替え版をご覧になっての感想を聞いてみたいと思います。素晴らしかった。です そうですねあの本当に声を取った日から今日の今日までそして、公開されてからもずっと心配すると思うんですけどあの褒めていただいたので少しは調子に乗りたいいなと思います <laughs> 実は田部さんからケルシー監督に聞いてみたいことがあるというふうに伺ってますが何でしょう、はいえっと、日本にもたくさんインサイドヘッドの。 ファンのの方方がいらっっっしゃっててその方たちにとってお、ききのこうサプライズといいいう制作秘話、裏話があったたたら教えていただきたいです、oh, yes、uh,。At Pixar, we love our Easter eggs, little hidden things、uh, in the movie. And、uh, although Bing Bong does not make an appearance in the film, a very keen eye may spot a little reference to him. あのピクサーでは、まあイースターエッグと呼ばれる、まあちょっとこう隠した。あの、お,お楽しみっていうものを。映画の中に入れることがあるんですけども、今回もですね。あの前回の映画で、非常に愛されたビンボンが。よくよく見たら、どこかにいるかもしれない。お分かりになります。どこに。<laughs> えー、えー、知らない。Well, <laughs> 悲しみもそのシーンにいるということで <laughs> ご一緒していいるみたいです <laughs>、はい、私もライリーが生まれて、まあ、前作生まれてから思春期までの物語、本当に自分も経験してきてますし心配な感情恥ずかしい感情とか誰かを羨んだりとか本当に。 多分誰もが経験したことのある感情をぐさぐさと心に刺さる共感ばかりででもどれも必要な感情で何かが誰かを補ったりなんかそういうふうにサポートし合いながら最終的にはチームワークが必要でどの感情になった自分も自分らしさにつながるんだっていうことを。 たくさん鮮やかな映像の中で教えていただけるところにずっとこう、もういっぺんいっぺんでずっと気になあの心に留まる共感できるところがあるのがなんかこうやっぱり私ももう1回見てもう1回いっぱい誘いたいなって思うぐらいたくさん共感できるところがあるなって大人になった私でも思いました。監督たちに サプライズを用意していると伺いましたが、はいはい、そうなんですそうなんです、はい、ね。今説明してちょっと待ってえっとですね日本の石川県のカラフルなエッジが有名なあの伝統工芸のくたに焼きのお皿のプレゼントがありますなんと 石川県の伝統工芸、くたに焼き、これは職人さんたちに特別に作ってもらったんですかね。そうです。特別に絵付けをしていただきました、ええ。すごい。映画に登場する感情たちを描いていただいたお皿ということなんですね。じゃあ、おたさんからケルシーさんにお渡しいただいてもよろしいですか。<laughs> 皆さんご覧ください。This <is> beautiful. とても美しいですね。

はいねということでまあまだまだお話も伺いたいところですけれども。<ム> <laughs>